ハンバーガー2002年え59円。2022年130円です。やばいっすね。確かに。そうですよ。だから今から20年前はハンバーガー1個買うのに60円ぐらいでよかったんですよ。でも今は130円ですよ。20年前だったら130円だったら2個買えますよ。2個買ってもお釣りが来る。はい。 そういういことなんですす。よ。円安になると生活水準がどどんどん上がります何でかっていうと、当然物価が高くなる、外食をするにしても、スーパーで物を買うにしても、物価が高くなるから、たくさんお金がいるんですよ、たくさんお金が出てってしまう、だけど、残念なことに、給料が上がらないんですよね。 大体給料が上が,る上がっていくのはです、ね、遅効性があってです、ねえーと、やっぱ景気が先に動くんですよで、景気が動いていって、その景気に追いつくように、徐々に徐々にカメ、まあ、さんみたいに企業の,その雇用形態とかも変わっていくんで、今の実体経済に、えー、即するような年収になるのは、多分5年、10年かかると思うんですよね。なので、これからどんどん円安になると、お金だけは出てくけど、給料だけ上がらない、生活は来るしい、こういうことになります。 じゃあ皆さんはこれからの時代どうするかというとですね、えー、分散投資してください1000万円の資産があったとしましょうだったらね貯金として300万円持ちますとか、えー、土地としてじゃあ300万円持ちますとか。 えーまあ、投資信託で100万円、株で300万円とか、まあ、何でもいいです。いろんな形があります。まあ、今はね、まあ、時計とかロレックスもめちゃくちゃ上がってるんで、そういうふうに分散してもいいと思います。えー、ある程度の現金は確保しつつ、他の金融資産に変えることを、えー、僕はお勧めします。えー、分散すればです、ねえー、急激に円安になっても、えー、トータルするとそんなに損はしないとか。 いわゆるるここれれ資資産産防防衛衛って言うんでですすけど資産防衛ができると思ってますこれ本当にちゃんと意識してやらないとせっかく一生懸命稼いで一生懸命働いたお金がもう貯金で黙って銀行に預けてたらそのお金がどん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 毀損していくんですよ、減ってくくんですよあの、見た目は変わらない、数字は変わらないですけど、そのお金の価値が減っていくんですよ、もう本当もったいない、もったいないですよね。だったらいろんなものに投資資をして資産 資産形成していいいった方が僕は絶対賢いと思います。なので、株もそうですけど、えー、仮想通貨もそうですけど、現金でも持ってますけど、いろんなものに投資をしています。これからも土地も買っていこうと思ってます。はい